広報小田原。この時間は小田原市の総合計画についてお知らせいたします。お話を伺いしますのは企画制作家の米山さんと金本さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は小田原市の取り組み総合計画についてお話をお伺いするんですけれども、改めましてここでいう総合計画とはどういったものなんでしょうか。はい、総合計画というのはですね、市政運営全体のビジョンになってます。小田原市だけではなくて全国の自治体がすぐ大体定めているような計画でして、小田原市がこれからどんな街を目指していくのか、そのためには何に取り組めばよいのかということをまとめています。はい、端的に表すのであれば総合計画は街づくりの設計図とも言えています。で、現在第6次小田原市総合計画2030ロードマップ 1.0 というものですね。こちらの計画になってます。はい、でこちらですね、名称の通り2030年までにどんな街を目指していくのか、そのための取り組みをまとめています。でこちらですね、昨年令和4年の4月から開始した計画になっています。はい、今回の総合計画はこれまでとこう何か変わったんでしょうか。はい、もちろん書かれている取り組みに関しましては、脱炭素ですとかデジタルまちづくりといった、最近の社会情勢に沿った取り組みについても書かれています。はい、でまた、総合計画を作った後ですね、実際の事業を進めていく形ですとか、その事業の管理というものはこれまで各分野において実施していたんですが、今回新しく総合計画評価という評価の取り組みを実施することとなりました。はい、こうなぜ総合計画の評価というものを始めたんでしょうか。はい、これですね、総合計画作った時の経緯から少し振り返るんですが、はい、今回計画策定の一番大きい課題っていうのはやはり新型コロナウイルス感染症の影響でした。はい、もちろん感染症そのものの影響もあったんですけれども、こういった感染症によって市民の皆様の行動制限ですとか、私たち自治体ですとか、それから地域の皆様が実施しているイベントの規模縮小というものがありました。はい、でこれをですね、どれくらい制限していけばいいのか、またコロナというものがどれぐらい続くのかっていうのが本当に先行きが見えない中で計画を作っていました。はい、そういったこともあって計画策定の時から柔軟で臨機応変な対応するということを心がけてきました。はい、で今回ですね、計画を作った後ももちろん新型コロナウイルスに限らずですね、社会情勢というものは目まぐるしく変化しています。でこういった変化にしっかりと対応できる自治体になるためにも、一度決めたものをですね、びっちりと守り続けるのではなくて、市全体で毎年の取り組みをしっかりと振り返っていくとともに、その時勢に合った取り組みであるのか、また今後取り組んでいく方向性は間違っていないのかなどをチェックするために、行政内部はもちろん外部の有識者にも市の取り組みをチェックしていただく総合計画の評価というものを新しく実施することとしました。はい、現在、評価報告書の取りまとめを実施しているところでして、こちら取りまとめをしましたら11月の下旬頃には市のホームページで公表をしていく予定となっております。はい、今お話しいただきました総合計画評価以外にも小田原市の取り組みや、事業を市民の皆さんに伝えている方法があるというふうにお伺いしたんですけれども。はい、これもですね、少し先ほどの話と重なるんですけれども、はい、計画を作っていくときにやはり新型コロナウイルスの影響で、市民の皆様に対して、計画の中身ですとか、総合計画そのものについてお知らせするということがなかなかできない状況でした。はい、そういったこともあったので、作った後ですね、小田原市が目指している姿ですとか取り組みというものを多くの方に知ってもらいたいということから、総合計画の子ども版、こちらですね、小学6年生を対象にした子ども版を作ったりですとか、あとは目指す街の姿というものを分かりやすく伝えるための動画の作成、はい、それから総合計画で描いている2030年の姿ですとか、取り組みというものをより分かりやすく手に取っていただけるような形の広報小田原特別編グローを作成しています。はい、ここからはそのグローについて金本さんにお話をお伺いします。広報小田原特別編であるグローですね、こちら先日ね、広報小田原の10月号と皆さんのお宅に届いているかと思うんですけれども、これは一体どういうものなんでしょうか。はい、
こちらが今回発行させていただきました広報小田原特別編のグローになります。広報小田原特別編グローは2030年に向けて街が育っていく、英語でグローは育っていくという表現になるんですけれども、はい、この育っていく様子とともに市民の皆さんの生活と市の取り組みがどのように関連しているのか、また何が変わっていくのかをお伝えする冊子になります。はい、令和4年度は年4回発行いたしまして、総合計画で位置づけた7つの重点施策をご紹介しました。今年度発行いたしました2023年度版は、市が令和3年度から実施してきた取り組みや未来の小田原に向けた取り組みをご紹介しております。こちらで紹介されている未来の小田原に向けた取り組みというのはどういったものなんでしょうか。はい、未来の小田原に向けた取り組みといたしましては、久野小学校6年生からの提案を入り口にご紹介をしております。久野小学校の6年生は総合計画の子ども版、こちらですね、をご活用いただきまして、まちづくりを題材にした、授業を行っていただいておりました。授業の中では我々企画政策課の職員が講師として、小学校で出前講座を実施いたしまして、児童の皆さんとさまざまな意見交換をいたしました。出前講座の実施後もより良い小田原のため、まちづくりについて引き続き勉強を行っていらっしゃったことから、今回2030年の小田原の未来を考えようをテーマに、市長に直接提案をしていただきました。うん、冊子では当日児童の皆さんから提案された提案の内容とともに、提案に対する市長のコメントと提案された分野において小田原市が今後取り組んでいく取り組みをご紹介しております。今回こう時系列で紹介されていますよね。はい、こちらはどんなことを意図しているんでしょうか。はい、これまで市の取り組みを紹介する際の課題といたしまして、情報の量が多くて分かりにくいということや、特定の分野の特定の事業だけを単発でご紹介することが多かったため、情報が点となっていたことがありました。今回市の行ってきた取り組みを時系列でご説明することで、それぞれの点を線として表現することや、さまざまな分野にわたっている情報をひとまとめに示すことで、町の成長を皆様に分かりやすくお伝えすることを意図して表現をしております。このグロー2023年度版はどこで拝見することができるんですか。はい、グローの2023年度版は広報小田原10月号と一緒にお手元に届くほか、タウンセンターや図書館、また市内の各公共施設で配布をしております。また市のホームページでも公開をしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。広報小田原、この時間は小田原市の総合計画についてお話を伺いしました。米山さん、金本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報小田原、この時間は劇作家北条秀治生誕満120周年企画イベント開催のお知らせをお送りいたします。お話を伺いしますのは東海大学の教授馬場さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、はい、このほど劇作家北条秀治さんの生誕満120周年を記念しての、はい、企画催しが行われるということなんですけれども、はいはい、初めにですね、この劇作家の北条秀治さんはどういった方なのか、はい、またこの小田原とはどんなゆかりのある方なのか教えてください。はいはい、まず北条秀治という劇作家の方の代表作品といえば、小劇師の坂田三吉を描いた王将というのが一番有名なんですよね。はい、そういった王将なんかを大きな劇場でやるんで、これ大劇場、劇作家というふうに言われてまして、北条先生は昭和12年にデビューされていましたから、戦前戦中戦後で、亡くなったのが平成8年ですから、ほぼ60年余りにかけて220編の脚本を、新興劇、新派、それから歌舞伎、舞踊劇といったもので提供したという、本当希代の大、劇作家と言ってよろしいかと思うんですよね。はい、で先生は箱根登山鉄道を開設するときに、はい、関西電力の方から出向という形で来られて、で小田原に住まれて、はい、でそういった王将を含めた初期の作品というのは小田原に住んでた頃に書かれたというのが、そうなんですから、まさに北条秀治の、劇作家としての出発点が小田原にあったわけですね。しかも戦後昭和21年に恋色座っていうのが
小田原で、はい、作られます。今でも活動されてますけども、そこ、ね、の第一期メンバーに、娘のみちるさんという方が入っていらっしゃいましたので、その小百合さんも、支援されていたという関係があります。はい、ね、最終的には北条先生は鎌倉の大船湾に引っ越されるんですけども、引っ越された後も例えば、脚本を提供するだとか、それからちょうど御幸の浜は天然の舞台だとおっしゃってまして、そこで練習、そういった練習をつけるとか、はい、そういった支援活動もずっとやってらっしゃったんだよね。でそういった活動を功績を、まあ、なんていうんですかね、認められて、小田原市の方では2002年に文学館の方に、北条英樹さんのその碑を建てたということになっております。はい、あ、そうなんですね。はい、3つの会場で資料などの展示をされるということなんですけれども、はい、それぞれどんな内容でどういった資料を拝見できるのか教えてください。はい、3つの会場はメイン会場が、小田原文学館でして、こちらでは先ほど申しました、代表作の王将、それから文楽という作品もあるんですけども、それが小田原で書かれたということを紹介するのと、北条先生はそういった形で、劇作家はもちろん俳優さんとか文化人の方とかいろんな方と交流がありますので、その交流の広さというのを、でこの方たちからいろんな書画とか絵画とかをいただいていらっしゃるんです。それが今回の多分初公開になると思うんですけども、新たな書簡の整理をしましたので、はい、その書簡とかも見ていただきたいと思っております。はい、で第2会場が小田原市民交流館の梅子で、はい、ここは名作王将が生まれた町北条英樹と小田原ということで、王将の映画とか芝居のポスターを、バッとこちらところは場所が通路になりますんで、はい、それはパネル展という形で、あと小百合座の資料も合わせて、ここがまあ導入部という形にしたいと思ってます。それから、第3には旧松本豪樹指定という、文学館の斜め前にあるんですけども、こちらの方では緒方健さんと北条家、またあるいは、北条家と緒方家のずっと交流、緒方健さんの仲人が北条先生なんですね。あ、そうですか。はい、なのでそういったずっと交流の歴史を写真とか書簡とか、それから書画とかで紹介したいと思ってます。はい、以上が展覧会の内容になります。もう一つ記念のイベントを開催しまして、劇作家北条英樹と王将ということで、まあ、私がちょっとした、紹介をした後に、はい、緒方健さんの、長男の、カンタさんとトークショー、まあ、まさしく北条家と緒方家という、そういう話をしてもらって、最後にこれはメインになりますけど、講談師の神田蘭さんという方に、これは神田伯山さんの兄弟子になる方なんですけども、この方に王将を新作講談としてやっていただくというイベントを計画しています。はいはい、ですから、まあ、こちらの方もぜひ展覧会と合わせて、見ていただければいいかなと思っております。こう先生から見た中でも一押しっていうのがあれば、はい、一押しですね。もう一つはもうやっぱり小田原文学館で展示する、俳優さんとか、それから文化人の人たち、このように例えば西条八十さんとか、歌人の、吉井三丹とか名だたる方がいますので、それをまず見ていただきたいということですね。はい、もう一つはやっぱり何度も繰り返しますけど、神田蘭さんの新作講談王将、これですね。本当に文化の秋、芸術の秋にふさわしいイベントがこれから開催されますね。ぜひね、多くの市民の皆さんにも、この北条英樹さんの奇跡に、見ていただきたいですね。広報だわら、この時間は劇作家北条英樹生誕満120周年企画イベント開催のお知らせをお送りいたしました。馬場教授、ありがとうございました。ありがとうございました。